の浜田さん、キャポの2人で100枚ガガサッサうん、一番端なんですけど、まあ、まだまだ踊り子さんは真ん中の方だな。まだね、顔を覆った踊り子さんまだ見てないんで、何かニュアンスが違うのかは分かんないけど、あ、来てくれたぞ。近くまで来てくれましたね。あ、暗いな。もうちょい端っこにもね、来てほしいな。真ん中の踊り子さんも来てくれないな。真ん中の方行った方がいいんだろうけど、有料席から向こうね行けないんだよ。ほら、あ、ここら辺で粘るしかないな。お、来た来た来た、何人か来たけどみんな真ん中行っちゃうな。みんな何人か来るけど真ん中行っちゃうな。踊り子さんは来てるけど、なんかね、あの一番高そうなあの有料席っぽいところからみんな集まり始めてるから、こっちまで列ができるの相当まだ先かもね。全然ね、踊り子さんの列がこっちまで来ないから、まあ、さすがに有料席で見ろっていうことだな、かな、これは。ちょっと分かりづらいけど、まあ、真ん中ら辺だよね、みんな踊り子さんが歩いてって踊り始めるのがね。はい、ようやくですね、踊り子さんの数が増えてきて、なんかね、住人の人たちが気まぐれで踊りに入るらしいんだ。で、ようやくね、こっちの松明も点火されて、踊り子さんがこっちでも踊ってくれるんだけど、見どころは21時以降なんだって。大人の時間っていうのがあって、で子供の時間っていうのが7時から始まる時間なんだって。だから見どころとしては21時以降、午後9時以降なんだってね。まあ、結構ね、踊ってる住人の人に聞かないとね、いろんな裏情報が出てこないわ。もうちょい話聞いてみるか。踊り子さんが増えてきて、ここで回ってくれるくらいになりました。いいね。今無料席でもこれで見れるから全然いいような気もするんだよね。お、やっぱこうやって入ってくるもんね。あ、やっぱ人増えてきましたね。Oh, my God.
はい、ただ見ててもしょうがないんで、あの裏道ですね、あれ休憩所とかがあるところとか、あとここは屋台があるところで、はい、ですね、盆踊りが続いてる場所は実はもう行き来はできないんですよ。で、盆踊りってずっと踊りっぱなしだから、あの有料席に座っちゃうともうずっと有料席から動けないらしいから、ある意味有料席どうなのっていう疑問はある。はい、でこれがですね、屋台のあるところです。で、ここに来る前までに、さっきのね、ここが教室にも、ハゴ、あ、ウゴ、ウゴ図書館で、図書館のあそこですね、今あそこでガードマンが立ってますけど、ガードマンのところを、まあ、右行くと、通路に出れるということなので、演舞が始まってしまうと、演舞のやっぱり道路は絶対入れない。まああれ、多分市民踊りなんて踊り子さんがもう自宅からぼちぼち出てくるのが今なんで、はい、そうですね、これが、有料席の一番高いところらへんですね。はい、ここら辺で見た方が、全然踊り子さんいねえわ。やっぱり夜9時以降に来るのがいいんだね、人が。やっぱり一息ついてお祭りっていう感じになるんだろうね。やっぱり、なんか最初は保存会の人たちが踊るから人がいないんだって。まあ、手などで、まあ、横手焼きそば食ってきますわ。の部が始まって踊り子さんどっと増えましたね。でもまあまた同じものがあと2時間続くらしいんですよね。でこのイベントの特徴としてゴミ箱はないんですよ。いやちょっと不便だなと思ってさっき観光案内所聞いたら、買ったお店に戻すらしい、ゴミは。はい、そういうらしいんで、まあ、ちょっとここら辺が隠れ要素として不便なところかなっていう感じですね。まあ、まあ今日これで切り上げますけど、まあまあオーソドックスな盆踊りですよね。盆踊りなんてもう20年以上だね、見てないもん。有料席で見てみたいけど、有料席っていくらなんだろうね、ちょっとそれも、あるね。であと隠し要素としてまたコミュニティセンターと、あの畳が敷いてある休める場所があるらしくて、そこでやったら、いいかなって、それもちょっとね探してみようと思ったけど探せませんでしたね。で閲覧の時のきついところとして、一眼レフのフラッシュが結構目に入る、これがきつかったかなっていう感じ。もうちょい落ち着いて見れる場所とかっていうのをちょっと発掘してみようかなって思います。じゃあ今日これで切り上げます。西真内の盆踊りです。やっぱり屋台村はこれいいですね。まあ、やっぱり牛串と横手焼きそばを食べて、帰りますわ。全然痩せねえわ。
入りますね。